はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いや今回はですね、また比べてみたシリーズですね。はい、何と比べるかって言いますと、このね R パタゴニアの R1 ですね。はい、これはまだフルブチップフーディーなんですけども、それとですね、このワークマンの、ブロックフリース、トレッキングハーフジップですね。はい、これをね、風吹き岩ですね、六甲山の風吹き岩、だいたい1時間ぐらいかなに登って比べてみたいと思います。はい、ね、価格がですね、これはフルジップなんですけども、ハーフジップの方が 17,600円で、こっちの方が至っております。はい、ね、まあ、価格差13倍ぐらいあるんでね、まあ、そう比べるのも酷なんですけども、実際ね、これと比べてみて、このワークマンのフリースが登山に使えるのかっていうのを、やっていきたいと思います。はい、じゃあまあそんな感じで、パタゴニアとワークマンの登山の比較動画行ってみよう。はい、まずね、来てみた比較ですね。はい、まずパタゴニアの方なんですけども、すごくね、ここのラインが、すごく、体に沿わせたラインになっております。はい、着心地ですね、着心地はまあ非常にいいです。はい、でね、あったかさですね、これをちょっとワークマンと比べてみましょう。ワークマンのフリースですね。はい、やっぱりね、先ほどのパタゴニアに比べてちょっと薄手なんで、肌寒い感じです。はい、でもね、これが真冬の登山とかで暑がりの人でしたら、これぐらいのね、薄さのフリースはすごいね、役立つかなと思います。はい、ね、また薄いゆえにね、重ね着もしやすいんで、この辺が登山に向いてるかなと思います。はい、でね、シルエットの方なんですけども、僕はね、身長が172センチの体重が、73キロかな。はい、でちょっと胸周りがあるんでね、この辺がすごくちょっと窮屈になってますね。はい、まだ痩せる人やったらね、まあ、この辺がちょっとスムーズに動くかなと思います。ただね、それにしてはね、まあ、こんなズドーンとしたシルエットですね、体のラインに合わせないシルエットですね。はい、丈が長いんでね、下からの風が入ってこない、形になっております。はい、はい、あと何が嬉しいかってね、これワークマンにはこれサムホールついてるんですよね。はい、このね、1280円でね、このサムホールついてるの、この非常にありがたいですね。ちなみにこれパタゴニアのね、R1 は昔ついてたんかならしいんですけど、今はついておりません。ね、寒い時にはこう手首とかね、手の血流の多い手の甲を温めてね、重宝するかと思います。はい、ストレッチ性ですね。パタゴニアの R1 はすごいね、横にも結構伸びます。はい。で、こちらね、横ですね、胴の部分も、はい、結構ストレッチが効いております。で、縦の部分もですね、縦の部分も、横と同じようにストレッチが効いております。はい、一方ね、ワークマンですね、はい、あ、横方向は結構ストレッチありますね。これ感覚的にはこれパタゴニアよりはありそうです。はい、で腕の部分ですね、あ、腕の部分はそんなにパタゴニアと変わらない感じですね、ストレッチは。ね、縦方向です。そうですね、縦方向はまだパタゴニアの方がストレッチがあるような気がします。はい、ただね、ほんま横方向はすごい、なんだろう、横方向はね、明らかにパタゴニアよりストレッチがありますね。はい、顎の方にもですね、こうチンガードですね、ここにこう冷たいジッパーが当たらないように、ガードしております。はい、これもね、アウトドアエアでよくある特徴となっております。はい、さすがにジッパーは YKK じゃないですね。はい、パタゴニアの方もですね、しっかりと、顎に当たらないように、チンガード、ジップガードついております。はい、一応ジッパーが YKK になっております。はい、この辺もね、しっかりとしたブランドものを使っておりますね。素材がね、本体部分がポリエステル、94% ポリウレタン、これ伸びるやつですね、が 6% になっております。はい、こちらの脇の切り返し部分ですね、はい、ここが、ポリエステルが 88%、 綿が、12%、 あ、なるほどね、綿が入ってるんですね。ちょっと脇はね、汗かくんで、ちょっと吸水性を良くしようとしている感じがしますね。ちなみにワークマンはメイドインミャンマーとなっております。なかなか珍しいところで作ってますね。パタゴニアは 93% がリサイクルポリエステルですね、 7% がエラスタンとなっております。ですね、これ生産国は、メイドインコロンビアとなっております。はい、これパタゴニアやのにコロンビア製っていう形でね、非常にややこしい形になっておりますけども、パタゴニアの R1 は、コロンビア製となっております。はい、はい、ね、
今から、ワークマンのブロックフリース、トレッキングハーフジップですね。あ、長えなっていう話なんですけども、登っていきたいと思います。今はね、気温が10度ぐらいですね。で、晴れですね。結構ね、ちょっとこれ着ていて肌寒い感じなんで、登ったらちょうど良くなるかなと思います。はい、じゃあ行ってきます。さっきから、ね、腕を上げて登ってるんですけどもね、非常にですね、やっぱり1280円の限界ですからね。これ立体裁断がねされてないんでね、肩がすごくね、窮屈です。はい、で肘周りもね、すごい窮屈になっております。はい、なんでね、こういった感じでもう、普通に登山してるだけでもあれして結構窮屈ですね。はい、まあそのこれはもう腕の太さ云々じゃなし、やっぱりストレッチが効いててももともとの作りかもしれないですけども、立体裁断がない分ね、生地がずっとまとわりついてる感じであんまり気持ちよくないですね。はい、まあ言うてもね、1280円なんで ね、まあまあその辺は限界があるかなと思うんですけども、 R1 を知ってしまった、人の素直な感想でございます。はい、はい、ね、ちょっと気づいたところがですね、こうね、腕を上げるとね、裾の部分がですね、こう追従しちゃうんですよね。はい、ね、まあ、ここから風が入ったりとか、するストレスがかかりますんで、まあね、通常のアウトドアブランドでしたらね、ここになんか、まあ、1枚布をかましたりとか、立体裁断とかをしてね、こう、裾が追従しないようにしてるんですけども、はい、多分ね、これ、脇のあたりがもうパツパツに作られてるんでしょうね。非常にね、ちょっとやっぱり何度も言いますけど、動かしにくいですね。はい、いやもうほんま申し訳ないです。これ1280円かしゃあないんですけども、まあ、登山ブランドと比べてそうなっております。はい、はい、ね、ちょっと登ってきてね、暑くなったんで、これハーフジップやります。はい、これね、いいですね。1280円のこのハーフジップ、非常にありがたいですね。あとこちらですね、はい、こちらのねポケット、ここにサイドストレッチがないように作られております。はい、ではここにこうで、まあ、こうやって広げていただいて、スマホですね、入れれます。ただですね、これね、入れてみたんですけども、 iPhone7 でね、こうやってギリギリ入るっていう感じですね。それ以上に大きいやつは入らないんでね、ちょっとその辺もね、スマホね、よくここに入れる癖のある人はね、スマホのね大きさをね見て、考えていただけたらと思います。はい、はい、ね、今さっきからずっと登ってるんですけども、快適性ですね、登ってて、はい、適度な保温で汗も抜けて、まさにね、気温10度前後にぴったりのね、服になっております。はい、ね、やっぱ風よう抜けますね、ちょっと薄い分。はい、まあまあ、この12月ぐらいやったらちょうどよくて、でそこからですね、これにシェルですね。はい、風やるときはゴアテックスのシェルとか羽織ったらね、ちょうどいいかなと思います。はい、はい、あとね、吸水性ですね。今さっきからもう40分ぐらい登ってんのかな。ザックの背中のところがすごいびっちゃりになってね、ちょっと肌寒さを感じますね。まあ、よく汗を吸ってるってことなんですけども、まあ、そこからどれぐらいスピードで乾くかっていうところですね。その辺もね、あとちょっと家でやっていこうかと思いますんで、はい、見ていただけたらと思います。はい、はい、ですね、今日のインナーですね、これは前と同じくファイントラックのベーシックですね、とですね、はい、モンベルのジオラインミッドウェイトですね、重圧で、来ております。今の時期にはね、この組み合わせめっちゃいいですね。はい、重圧で、ね、真冬の寒い時やったら僕はあんまり着ないんですけどもね、12月の気温10度前後やったら、マガリの僕にとってはちょうどいいウェアとなっております。はい、はい、ね、
今平地歩いてます。先ほどと違って汗びえなんかな、結構寒くなってきましたね、ちょっと平地になると。はい、まあ、その辺はねまた R1 と比べてどんな感じかっていうのをね試してみたいと思います。はい、今日は日はですね、ちょっと曇り気味なんですけども、よく大阪の南の方までよく見えますね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、風吹きがつきました。なんとか着いた。よいしょ。サブ。はい、今からねいつものように、この風吹き岩ですかね、はい、で、風に当たってみたいと思います。はい、結構ね汗で濡れてるんでね寒いかなと思うんですけども、はい、またまあ R1 とのね違いを、示したいんで岩の上に風に当たりに行きましょうか。はい、今風に当たってますけども結構寒いですね。もうなんかこの間の R1 とね R1Air のね同じぐらいの風吹いてるんですけどもね、結構汗びえしますね。濡れてるんかな。風速、3-4メーターぐらいで、このまま切ると結構寒いです。でね、もしあれでしたら、シェルとかね、ウィンドシェルとか上に羽織るといいんじゃないでしょうか。はい、今額にね結構ほんのり汗かくぐらい、登りました。でね、そこでですね背中の方をねチェックしていきたいと思います。わ、結構ねびっちゃびちゃですね。はい、いい感じでね汗を吸収しております。ね、あとね気になるところですね、脇の部分もしっかりとなってますね。であと気になるところですね、はい、これ縫製がねこの辺のね、まあまあ1280円、言うても1280円なんですけどね、糸処理がね、すごい雑です。まあまあ雑ですって言ってもまあほどけはせないんですけどね、気になる人は気になるんじゃないでしょうか。ここの辺のね、はい、縫い目ですね、ちょっとねふんわり余ってるんですよね、しっかり縫えてないんでね、これはもう、ね、ゆくゆくはなんかこっからほどけてきたりするんじゃないかっていうちょっと心配しちゃいますね。はい、ね、ポイントとしましてね、このねフィールドコアっていう下の方に、裾の方にあるんですけども、これがリフレクターでやって反射板になってますね。はい、俺こういうねちょっとしたディティールはね僕は嫌いじゃないです。はい、はい、この辺がちょっと雑になってるかなと思います。ただね何回も言うようにね、あくまで1280円なんでね、登山ブランドの比較としてやらせていただいてますんで、はい、ちょっと目についたところは、ちょっと話していけたらなと思います。はい、ねこのワークマンのフリーズにいた時なんですけども、腕の部分がねずっとピタッてついてまとわりついてるんですかね。なんでだから立体サイダーも効いてないんで、ベースレイヤーの、方がどんどん、肘の方にまくり上げる感じになってるんですね。はい、その辺もちょっとストレスやなって思いました。はい、ね、今5分ぐらいね立ちました。ほんでね、背中の方を触ってみるとね、背中がね結構乾いてる感じがしますね。5分ぐらいでね、これまあこれぐらいちょっと乾くっていうぐらいだったら速乾性はねわりかしいいんじゃないかなって思います。はい、ということでですね、今から下山していきたいと思います。はい、ね、今下山中ですけども、やっぱ時期的なもんですかね、ちょっと寒いですね。はい、まあまあこれは別にこの製品が悪いっていうわけなしに、薄いんで僕の肌感ではね10月11月ぐらいにね活躍するフリースかなって思います。はい、無事下山しました。はい、次ですねパタゴニアの R1 来て登っていきたいと思います。はい、ね、今から、パタゴニアの R1 ですね、この R1 を来て、風吹き岩に行きたいと思います。はい、ね、気温は先ほどと変わらず10度ですね。はい、登っていきましょう。
この間も飲んで登ったんですけど、パタゴニアすごく、ね、一体裁断でね、こうやって生地がね分かれてますんで、すごくね肘がもうノーストレスですね。はい、こんな感じでね、肩を上げてもですね、はい、このもう裾の方は、ついていかずにそのままになっております。ちゃんとね脇のところに、生地を1枚かぶせてね動かしやすいようにしておりますんでね、はい、このような形になっております。はい、さすがですね、このワークマンに比べて13倍のお値段しますんでね、それぐらい動かしやすくて当然やっていう話なんですけどもね。はい、まあやっぱりねこのね肘周りとか肩の動かしやすさをねしてしまったらね、やっぱりワークマンですね、安いですけどもなかなか着にくいかなと思います。はい、結構登りましたけどもね、はい、この R1 のね非常に心地がいいです。さっきよりね極端に入れてるんですけどね、風はねそんなに通さないですね。はい、今のところねワークマンが悪いわけじゃないんですけども、非常にね、この R1 も心地いい形になっております。ちょっと風吹くとね、ちょっとひんやりしますね。いい感じで汗かいてきます。こちら R1 の生地はですね、ポーラテックパワーグリッドっていうね、生地を使っております。はい、これはですね、先ほどのワークマンと一緒でグリッド状になってましてね、はい、出てるところが保温性があって、隙間のところにね汗などの熱気を逃すという形になっております。はい、パタゴニア R1 の方はねやっぱり保温のところがすごい上等な感じがしますよね。あ、それもまあ2万2000なんですか知らないんですけども、ワークマンの方もね薄いフリースと考えてもらったらね決して悪くはないと僕は思います。はい、はい、風吹きをつきました。はい、いやなかなか頑張りましたね。で、早速ですね、はい、この上はね風吹きはっていうぐらいなんで絶対風が吹くところなんでね、また、登りたての R1 でどんな感じでか風が吹くのか実験してみたいと思います。先ほどに、ね、風強いんですけど生地がねちょっと分厚いんでここまでね冷えない感じですね。はい、やっぱねこの間の R1 エアもねちょっと測ってみたんですけども、テストしてみたんですけど R1 エアの方が抜けがいいんですけどね、耐久性とかね、耐風性とかバランスはねこっちの方がいいかもしれないですね。はい、汗ですね、そこまで濡れてないですね、しっかり吸水してもう乾いてるのかわからないですけども、先ほどのワークマンに比べてそこまで濡れてない感じがします。はい、ですね、このパタゴニアのね R1 にはね生地に排気フレッシュっていうね、防臭効果のある素材を使っております。はい、これはですね銀イオンをね、中に練り込んでるんでね、それをね、防臭効果があって、匂いがつきにくい素材になっております。なんでね長期中層とかね、そういった時にはね非常にね重宝する機能になっております。はい、ただしね登山用のフリースでもねモンベルのシャミースとかねそういったお値段が比較的お求めやすい値段のやつだとしてはねそういった機能はついてないんで、さすがにね1万円以上するフリースかなって思います。はい、先からね、強めの風が吹いてるんですけども、ね、そこまで、寒くないですね。はい、まあ、生地が分厚いっていうのもあるかもしれないですけども、今日のね状態だったら、まあ、さっきのワークマンよりも気温的には非常に快適なフリースとなっております。よし、はい、打ち下山しました。いや
今回はですね、両者、パタゴニアの R1 と、ワークマンのフリースですね、はい、両方比べてみてね、やっぱ明らかに違うのはですね、腕回りと肩回りですね、はい、やっぱりね、立体裁断ちゃんとされてるのがね、やっぱあれも生地も何個も分けてね、コストかかってますんでね、はい、もうその辺がもう断然違うっていうのとですね、やっぱりですね、パタゴニアのアンバサダーですね、はい、とかも有名な登山家がね、でも R1 を何回も何回も試作テストしてね、作った傑作品ですからね、それはこんだけ値段もちゃうし機能は違うわっていうことなんですけども、ただですね、ワークマンの方も僕が試した感じは速乾性とかですね、そういった生地面ですねはまあいいんじゃないかなと思いました。はい。でね、あとですね、細かな1280円にしてはこうジップガードついてたりとかですね、こういうポケット、ついてたりとか、生地をね脇のところで切り返したりとかね、そういったね、1280円にしてはもうめちゃくちゃコスパ高い商品やと思います。はい。でもね、僕R1 をしてしまってるんでね、やっぱりどうしても腕回り肩回りが気になるのと、やっぱりね、ガチで北アルプスとか行って腕上げる登山とかでしたら、毎回ねそこでストレス感じてるってね、1万歩登ったらね1万回ね肘あたりの生地が突っ張ったり圧迫されたりとかね、それをねもう1万回繰り返すって、さすがにストレス気になってストレスになるかなって僕は思いますんで、まあね、そのやっぱり登山用品をですね始めたてでそんなに一気に揃えられへんぞとね、そういう時はねワークマンとか利用したりすればいいんじゃないかなと思います。はい。あとね、そんな登山せんぞとね、そんな月1回ね人に呼ばれていくぐらいやっていう方はね、非常にワークマンはおすすめやと思います。以上ね、ワークマンとパタゴニアの、フリースの比較でした。はい。まあそんな感じで、ほなさいなら。